皆さん改めましてこんにちは。はい、よろしくお願いします。ケワイシヒデと言います。これ実際プロのメイクアーティストが練習するような、まあ、シートになりますんで、はい、これ一般の方がやるとそれはプロ並みにかけるわけです。ただ練習してくれたらね。でその手順がですね、今日は化粧を初めて習うんですよってお話したように、一旦自分のやり方全部忘れてください、ね、多分皆さん眉頭から書き出すから、もうまずそこでも間違い、もう、ね、綺麗に左右のバランスも取りたいって言ってましたね。高さもそうですよね、左右ね。で太さも取りたい、その調整するのはまず一番は眉山を決めます。ちょっとだけレクチャーしますね。眉山はこの黒目の端の上でしたね。いきますよ。黒目、僕はもうこうやって黒目だけをまず意識します。こうですね、こうですね、山ですよね。だいたいまあこんなところにあの眉尻がけえへんでしょ。眉って生えてるとこちょっと上でしょ。ここを意識します。ここを意識します。わかります。で皆さんもこれ書いてもらうんですね。ここからこの一つのこの書くパターン、これがですね、この目尻のカーブに、はい、とりあえず平行という意識してます。でこれを書くんです。まず1本でも2本でもね。で1本でも2本でも書いて、このあとここからこう返します。その時のこの返すここの角度ありますね。角度によって眉の形が変わってくる。それと眉頭のこの太さも変わる。角度をつけたい場合、この下へ描けばこれものすごく急に角度がつきますよね。水平な眉を描きたかったらこうなりますよね。この角度をこう決めていく。それだったら水平になります。あとはこういうふうに描いていくと、ここをつなげればナチュラルの眉ができます。わかります？逆にもっとセクシーな眉を描きたいなって言った時は、ここを取らずにここから先キューっていうのはこうでしたよね。こう描いて。こうしたらキューになりますね。起点になるのは山っていうように感じてるんですね。だからで今日は普通の標準の眉をこれから描いてもらいたいので、左側の眉を見ながらちょっと左の眉をのコピーをするぐらいの気持ちで一回描いてみてください。で右に描いて、右をある程度6割ぐらい描いたらもう左ってください。完璧に右だけ描かない。描きながらずっと左の見本も見てくださいね。その左の見本がですね、どこら辺まで行ってるかっていうのを見てね。写真撮った。書けましたでしょうか、大体。そしたら隣り合わせでちょっとあの隣の方に見せてあげて、あの交換してください。隣合わせで交換で、交換して感想をお互い述べてください。感想、はい、同じ眉できてないでしょう。運動しようかなと、眉の描く運動。眉運動、これあの体、頭でも中で分かってるけど、なかなかね、あの体で覚えてもらわなかったので、皆さん眉描くときどんなにしますか。まずペン、右利きの方多いですかね。もう一応持ってください。持ってくれました。何でもいいですよ。はい。で描くときどんなのと描きます。まず。はい。いいですね。笑いながら描いてくれてるんですね。こうやってにっこり笑ってね、こう描きます。どっから描いてます。やっぱり眉頭から聞きますよね。まずその癖をまず捨てましょう。まず鏡見て自分の山どこかって、まず山をまず見つけてください。こうしてね。あ、ごめんなさい、あ、鏡ね、とりあえず、あ、まあわかりますね。はい、置いててください。でこうしてまず決めます。でそこからこう書きますよね。書くときに普通そのまま書いてます。こうやってどんなにしてます。脇締めて、はいね、立って書いてないかな、ほとんどの方は座ってますよね、まあ、もし仮に座ってる場合であれば、こういうふうにしてるかこうしてください。要は安定させるということです。まず安定する。で立ってる場合ではここですね。でこの状態で脇を締めて、このラインをこういうふうに動かしますね。まあ、言ってることは分かりますよね。
この時に眉頭書いてないですよ。今やってる山からですよ、言ってるね。で、山から。こういう感じですね。これいきましたよね。で、山からこう眉尻に書いたら、今度はこう書きたいわけです。先ほど山から中へ。わかりますよね。で、これを持ち替える時はこうしてたんです。こう持ち替えるんですよ。で、それができると、見た感じもかっこいいですよね。あの人できるってなりませんか。だからみんなせっかく練習に来られてるんやから、こういうちょっと持ち替えると、そうするとね、僕見ててくださいね、わかります？こうするだけでこうできるでしょ、こうでしょ、こっち側もこうした状態かけるでしょ、こうしてかけるでしょ、両方のバランス取りやすくなるんですよ。でこれはね、リハビリになるんです。今は皆さん若いけど、だんだんこれ指使ったような感じですね。面白いでしょ、運動。そうそう、今やってるんです、練習ね。こうやってこうやって持ち替える、そう、こうなるでしょ。でこう持ち替えてこう入れる。でこれを一つね、技法として取り入れるだけでもだいぶ楽なんです。大概の人は皆さんこう書いて、次左行くときこう書いてるんです、ね、だから方向が違ってくるんですよ。もちろん違うんですよ、ひねるから。だから左右バランス取れないっていうのは、そういうことがまず一つ。いいですよね。でそれが、今のが一つと、もう一つ、親指をここに当てて、これはね、僕今の全盲になられた方のね、メイクレッスンしてるんですよ。あの32歳で突然全盲になってね、その動画も上げてます。彼女ね、歌手になって今ね、ステージで自分のメイクしてるわけ。それをやりたいっていう。その方はどうするかというと、僕が今教えたのは、親指をここに骨格で当てるんですね。まず山のあたりに。これご自身が目が見えてないというつもりでやってください。骨格なんで、山って黒目の上あたりって分かりますよね。コリコリしてるとこあるでしょ。そしてそのまま親指をストーンと右へ下ろしてください。左にこう、左右に。これが眉尻の方向って考えてください。分かります？もう一回言いますね。脇締めと言ってください。当てるのは一手に当てますよね。当てたら、あとはこういうふうに動かすだけです。ワイパーの方式。そう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 、わかりやすい。その方向性を意識してください。そうすると上上がりすぎへんから。皆さんが眉描くとき、上ちょっと若くなりたいからどんどん上上がるね。ほんで上上がってまうんですよ。目と離れてしまうから、余計に横から見たら人工的になるんですよ。魅力的なお顔っていうのは、やっぱりそのきちっとこう調整取れない、ダメなんです。このイメージを覚えてください。わかりました？ちょっとわかりにくかったらそれを練習してください。OK ですか？対象できましたよね。じゃあもう一回ペン持ってください。かっこいいですね。なんかここ道場来たみたいなね。メイクの道場来たらね。こうやってね。はい。いいですか？こういう感じ。これかっこいいでしょ？こうするだけね。当てます。入れます。はい、入れてます。はい、持ち替えます。こんな感じ。はい、今度左側はこういう感じでこうですね。で今度持ち替えます。今度はこう、ここまで OK ですか？いけます。じゃあこれで今の状態で実際、座っていただいて、眉を一回描いていきましょう。あ、こんなになるでしょう。普通に水平に、あのね、描く位置ありますよね。皆さんこう下でこうやっていくとやっぱりこうなるよね。だから水平のイメージしててね、顎を下げるだけで全然イメージ変わる。こっちこ普通にまっすぐ向いてもらって、でそのままにっこり笑ってる上、はい、で左の方がちょっとお顔がちょっと少し広いんですね。だからこっちが外逃げてて、山が外逃げになってる。だからちょっと山低めにとって、はいはい、山を中にちょっと中に低めにとって、基本的に山から目、それは言っていいですよ。ここから描くときはこっちでいいですね。ほんでこっち側からこう描くときね、はい、大体でも水平ライン、山の高さは一緒ぐらいですね。で、あとこの返していく位置、山からこの眉頭に返していく位置をね、本来は、ペンで描いていってもいいんですが、僕この後にも描いてます。最高の眉を作りたいんで、今言った理想の眉をね、一番僕がええという眉はもうペンだけで描いたらあかんんですよ。で必ずパウダーね、今やったパウダー、しかも
僕らはこういうフローパウダーを描くブラシもこういう太めと細めってこれを両方こう調整しながら描くんです。で濃淡をつけていく。で最後に眉ペンを使う。でその一手間ができるようになりますから皆さんも。そうするとなんってなるんよ。誰と同じような眉でいいことないやん、何どうしたんみたいな感じに なりたいわけですよ。そのためにこっそりとみんな練習してるわけですよ。あの僕のこのこっそりと、ね、インターネットでね無料メルマガで10日間かけてやって、それでもなかなかできへんから僕がチェックしてこうし言うていかないとまた同じになるんですよ。はい、山ここですね、こうですね、こんな風に置きますよね。山からこうですね、まずこういう風に入れます。パウダーちょっと太めの方のブラシ で今度山からこっちですね、自然に色づいていくの分かりますか、こうですね、ナチュラルになっていくでしょ。ごめんね、普通はねこっちでチェックしてあげなきゃチェックできへん、ちょっとこっちです、はい、そしてまた細い方の色で細い方のペンでこの前尻の方をもうちょっと太めに描いてあげて、でこの下を太めに描いてあげると眉が立体的になっていきます。確かにでしょ、なるでしょ、確かになったでしょ。ほんでペンでさっきの黒のペン、さっき渡したからちょっとそれ描いて、ごめんなさいね、はい、すみません。でこれをちょんちょんに削ったやつをこういう眉尻描くときは少し眉尻をちょっと伸ばして皮膚伸ばしてこうすると、これはちょっと皆さんに分かりやすいようにこういう目に描きますけどね、眉ってこういう風になっていくんですよって。でこうしていってかなり立体的に強調されたでしょ、分かります、これはね分かりやすく、そこから見えて分かりやすくするために描いてるんです。でまたこれをパウダーでぼかしたり、こうしていくと自分の眉毛がうまく立体的になる。これちょっと今濃いめですけどね、で下向いてください、はい、ちょっとこれを返していいですか、はい、彼女のようにちょっとこう眉山の方が太くなった場合、ここ太くなってますよね、見えてます、太くなってるか、ここ太いですね、わかります？ポジションで。そのまま顎を上げてみてください。グーッと上げてください。うん、このまま吸って、これを顎を上げて、下げて、もっと下げて、もっと下げてってなったら前頭細くなっていくでしょ。これ鏡の角度なんですよ。だから描くときにそれも意識していかないとここだけ太くなって。眉頭の部分っていうのはこういうふうにここ影になっていってるから、わかります、ご自身も顔をこうやって上向けてみてください。だから眉の形変わるから、変わるでしょ、上向いているのと下向いているとずっと角度変わるでしょ、眉頭の太さが変わるはずなんですね。それを意識しながら描いてほしいのと、これだったら眉頭が細いんですよ、ここだけ太いでしょ、でここ強調しすぎ、水平の方がいいですか、こうね、下を強調しましょう。これ山からこうこっち向いて描いてますね、今度こっち側からこう返します。その時にここをちょっと太めに意識して、わかります、さっきよりかちょっと山減ったでしょ、これはこの目尻に対してこうですね、でまたこっからこうかす、
たらこう下から上げる。だいぶ柔らかくなったりします。わかります？だからご自身のこのポイントになるところを意識してください。ここやちょっと高いん人ここの下の方をこぐしたら立体的になる。だから今の書き方だったら上がすごく濃くなってたから上が強調されてた。今ちょっと削ったんですね。こう山の、はい、こういう方一番多分クールに見られるんですよ。言われません、ちょっときついとか。タトゥー入れてる方で、ね、うまそういうタトゥー自体がすごくやっぱりこうちょっとクールなんですよ。細いしね。でここがインサイドになってるの分かります？ここいいんですよ。アウトっていうのはこういうことなんですよ。これもそうです。インになってこうインになっていけばこうクールなのお顔って。でこれがインになってこういうふうに立ち上がるとこうなんです。うねり眉って言うんですよ。怖いでしょ。でもこれを表情を作るんですよ僕らは。私は舐められたくないっていう人もいるわけよ。そういう人には凛とした眉を作るときはうねりっていうなんですよ。じゃあどうするかというとパウダーで黒目の山の上、ここですよね、山ここをこうしたら今度返すときにこれがポイントでラウンドなんです。この上にふわっとかけていく。だからこの方向性をきちっとだから持っておいてほしいんですっていうのはこの練習に活かせるんですよ。わかります？こうですよね、ラウンド意識する。だいぶこう柔らかくなります。こっちもっとやりますよ。ここ盛りますね。もうこういきなしここから盛ります。これ今眉頭、眉山から眉頭に向かうだけ、ここだけ持ってる。要はそのご自身の持っているタトゥーの色をちょっとぼかしてあげるんです。こうして持って、はい、見てください。ちょっと持っただけで柔らかいでしょ。でここだけ描いただけです。こっち描いてないです。だけど一応描くんだったらもうちょっとここ持ってタトゥーの部分を、眉山から眉、あ、ごめんなさい、ここちょっとだいぶきついかな、山が。ちょっとこれ太なったけど、ちょっとここ見てください。ここ増えたの分かりますか？あえてこの眉尻の細さを太くしただけなんです。こうすると印象が、タトゥーが入ってるという印象がちょっと消えるでしょ。ここもね、これ今ちょっと取っ手つけたみたいに今書きますけど、これをうまく練習されて、わかります？遠目に見たら印象だいぶ変わったと思うんですよ。練習してください。もうちょっとね、太めに変えた方がいい。であとは、君が入っていく彼女も今度インからこれやってみて、もうちょっと付け加えて。パウダー持ってますか？持ってる？はい、パウダーで、あとで。で、もうちょっと太めに描きましょうか。はい、今度眉頭ですね。眉頭をもうちょっと中に、右側の方がラウンドになってるので、それをもうちょっと中に入れてみてください。はい。中にね、こっちで合わせながらね。